改めまして見事12レース1着となりました脇本悠太選手ですおめでとうございますどうもありひときわ大きな声援が届いています、今の気持ちを聞かせくださいまあそうですねあのちょっと意外な展開になってしまったんですけれどもなん、まあ、とか1着取れてよかったと思ってますそのレースなんですけれどもペ、まあ、ースが速くなったのがどうでしょう最終ホームあたりからでしょうか。 まあそうですね、あのジャンのところで誰か抑えに来るんかなと思ったんですけども誰も来なくて、まあ、ちょっと自分の中で焦ってしまったんですけども、まあ、しっかり立て直していけたって感じですね。少し車間が空いていたようにも見えましたがご自身、踏み出ししたた感触どうでしたかまあそうででか、ね。そす良くもなく悪くもなくって感じですね。新山選手のまくりも非常に素晴らしかったんですがその上をいったのはさすがといった印象ですが。 そうですね、まあ、気持ちの面では勝っているのかなというふうに思いましたさあ、まずは一掃されてみてというところですがご自身としては出来の方どうううででしょうまあそうですねあの前回、腰痛で欠場してしまって、まあ、あのそこからリハビリだったんですけどもやっぱり完治というまではいかず、まあ、でも最低限は走れるのかなというふうに思いましたでは、明日からまた3日間ぜひ皆さんがインタビュー楽しみにしていらっしゃると思います。 意気込みお聞かせくださいはい、今日は応援ありがとうございました明日も一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いしますおめでとうございます